こんにちは、浅場整骨院スリーポイントシュート研究部です。今回はですね、ステフィン・カリの真似をするとシュート率が上がりますよっていうことについてやっていこうと思います。で、これはですね、ステフィン・カリが大学時代のシュートのフォームになります。で、このような形ですね。で、今度 NBA に入ってからのね、ステフィン・カリのシュートフォームがこれですね。これね、2つとも若干違うんですよね、大学時代と NBA と。で、これも NBA 時代ですね。で、これが、超ロングスリーですね。で、皆さんもね、大学時代と NBA に入ってからのステフィン・カリと何が違うのかっていうのをね、ちょっと見比べてみましょう。はい、で、左が大学時代、右が NBA の時代。はい、ここですね。ここ何が違うか分かりますかね。で、まあ、キャッチ&シュートと、あとドリブルからのシュートっていう違いもちょっとあるんですけど、ここのね、違いっていうのは、顎がね、大学時代は若干上がっていて、NBA 時代はね、若干顎が引いてるんですよね。これ分かりますかね。ということでね、もう一回ちょっと見てみましょうかね。あ、違う、これはあれですね、ステフィン・カリー、ウォリアーズの体育館で、スリープのシュートを練習してるものですね。これよく見てくださいね。これね、ジャンプする瞬間、こう、顎ちょっと引いてるの分かりますかね。あ、引けてますよね。でね、シュートがね、下手な人っていうのは、ちょっとね、顎が上がってしまう子が多いんですよ。で、ところがね、こうやってステフィン・カリーの場合は、しっかりこうジャンプの瞬間、ちょっとクッとこう顎を引いてますよね。これがすごく大事なんですよね。顎が上がると、こう力が後ろにね、ちょっと分散してしまうんで、若干顎を引くことで、前にね、より、力が行きやすいです。ということでね、もう一回見てみましょう。これ大学時代のステフィン・カリー。ちょっと顎上がってますよね。で、これ NBA に入ってからのステフィン・カリー。顎引けてますね、ジャンプの瞬間ね。違いますね。で、大学時代ね、NBA では活躍できないって言われていたこのステフィン・カリーでもね、こうやってどうやったらシュートが安定するのかって考えてね、練習するっていうのも本当素晴らしいですよね。で、これも超ロングシュートなんですけど、この瞬間もね、見てください。こう若干顎引いてんの分かります？ここちょっと引いてますよね。分かりますかね。こんだけ遠くてもやっぱり顎を引くことで前に行く力とかね、そういったもう安定しますので、そんな感じでね、ちょっとやってみてください。でね、顎をね、こう引かせるためのその意識というか、あの練習方法っていうのもね、お教えしようと思いますので、まあ、この動画がね、100いいねぐらいいけば、まあ、皆さんが興味があれば、そういったこう、顎を引くためのね、練習なんかもアップしていこうと思います。ということで、以上、浅場整骨院スリーポイントシュート研究部でした。ありがとうございました。